ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ魔理沙、さっきから変な声がしない？なんか、女性の声で助けてって言っているような。霊夢、また私を怖がらせようと思ったって、そうはいかないぞ。違うわよ、いつもは本当に魔理沙をビビり散らかそうと思って嘘を言ってるけど、これは本当なの。いつも嘘だったのか。噂なんだけど、近所にどうしようもないダメンズのニートがいて、その人が彼女に貢がせているのに、自分は気に入らないことがあると手を挙げるらしいのよ。そうか、それが事実なら警察に通報した方がいいな。実は一般人のみならず、芸能人の間でも、交際相手や配偶者に手を挙げる人が増えているんだぜ。今回の解説は、命に関わることなので、マジで真剣に聞いてほしい。というわけで今回は、DV をした芸能人についてじっくり解説する。それでは、ゆっくりしていってね。今回は芸能人を含む有名人にフォーカスして、パートナーに手を挙げたというエピソードを紹介する。中には噂レベルのものや、本人が事実を否定している場合もあることを先に断っておくぞ。はい。まず一人目は、アーティストの、DJ 丸さんだ。DJ 丸さんは人気 YouTuber、レペゼンフォックスの元メンバーで、2024年5月に脱退している。脱退する3ヶ月ほど前には、アイドルの戦慄かなのさんとチュッチュしている写真が、ネット上に流出してしまい、そこからは交際をオープンにしていたんだぜ。アイドルとの恋愛なのに、オープンにしているってすごいわね。時代が変わったのかなぁとも思うけど、交際もオープンにしているということだし、付き合いたてって一番楽しい時なんじゃないの？知らんけど。まあ誰とも交際経験のない霊夢には、わからないことだとは思うが、交際判明からおよそ7ヶ月後の、2024年9月末、とんでもない写真がネットに投稿されたんだ。まず、これを見てくれ。これは誰なの？かなのさんだ。かなのさんは自身の SNS に、DJ 丸さんと別れたいと思っていることや、別れ話をすると、顔が腫れるまで手を挙げられていることなどを、画像付きで告白したんだ。さらに、実際に DJ 丸さんから手を挙げられている時の音声も公開されたのだが、こちらはかなり衝撃的な内容のため、もしも興味を持って聞きたいと考えている人は、本当に生々しくて胸が苦しくなるので、気をつけてくれ。マリサがそこまで言うなんて、本当にすごい音声なんでしょうね。私はネットに公開された音声を聞いたのだが、ちょっと二度と聞けないと思うくらい、そこには全ての恐怖が詰まっていた。同じ経験をした人や心が繊細すぎる人、気持ちが沈んでいる人は聞かない方がいいと思うぞ。聞くのは怖いけど、どんな内容なのかは教えてくれる？いいぞ。音声の内容では、DJ 丸さんが自分のしたことをネットにさらされて怒っているようだった。そしてかなのさんに向かって、お前、自分が優位に立ってると思ってるの？と言い、かなのさんから、優位に立つとかじゃなくて、手を挙げることがおかしいの。さっきから私の体の上に乗ったり、喉に手や指を突っ込んだり、首を絞めたりお腹に怪我をさせたり、ドアに挟んだりしておかしいよね？と言い返されると、そこから大きな音が鳴り、かなのさんの、痛い、とか、助けてー、という絶叫が聞こえてきたんだ。これってフィクションじゃないのよね？ネットでも、これは本当に作り物の音声ではないのかとか、リアルすぎるといった意見があった。それからも DJ 丸さんは、恨みを買ったね、と小さくつぶやいた後、ずっと執拗に、この世から消すという言葉のひどい言い方を何回も何回も繰り返し、耐えかねたかなのさんが、SNS に書いた内容を訂正すると言ったのだが、それでもずっと手にかけると、壊れたレコードのように繰り返し言っていたんだぜ。怖いのですが、一応、この音声の出どころは不明で、DJ 丸さんとかなのさんという証拠はない。しかし、かなのさんが警察に被害届を提出したことは事実であり、人気配信者のコレコレさんも、この騒動を配信で取り上げていたんだぜ。コレコレさんが取り上げてくれるなら、なんとかなるんじゃない？コレコレさんの配信によると、かなのさんと DJ 丸さんが一緒にいた時に警察が来たのだが、彼が止めるので、外に出て話をすることができなかったという。その後、かなのさん本人が警察署に赴いて被害届を提出し、DJ 丸さんは捕まったんだぜ。捕まったならよかった。これを機に、スマートフォンとかの連絡先をすべて変えて逃げるのよ。
コレコレさんとカナノさんが、SNS でやり取りをしたところによると、そのまま警察に任せると、DJ 丸さんは書類送検されることになったそうだ。ところが、カナノさんは被害届を取り下げようか迷っていると打ち明けてきたんだぜ。は？どうして？今が逃げるチャンスなのに？出てきたら、俺に恥をかかせたとかなんとかなん癖をつけてきて、また同じことを繰り返すと思うけど？だよな。どうやら DJ 丸さんが暴れるのは、お酒を飲んだ時だけらしく、普段から荒れているわけではないとのことなんだ。でも、コレコレさんはやんわりと、それでも、これから禁酒できるのかって話ですよね。僕としてもこれを機に、別れた方がいいんじゃないかと思いますけどねと言っていたぞ。いつも何でもズバッと物事を話すコレコレさんにしては、ちょっと歯切れが悪くない？これには理由があって、コレコレさんはカナノさんから相談を持ちかけられる数週間ほど前、コラボ相手だったインフルエンサーのユリニャさんに告訴されてしまったんだよ。しかも、これは思いっきりユリニャさんの逆恨みだと言われており、コレコレさんから、企業から受けた案件が詐欺だと教えられたにもかかわらず、ユリニャさんと恋人は信じられず、結果的に多くのファンが詐欺被害に巻き込まれてしまったんだ。それなのに、コレコレさんに脅されたと騒がれたことでコレコレさんも参ってしまい、ユリニャみたいになっても怖いから、カナノさんにもあまり何か言ったりできない、と発言していたんだぜ。そういうことだったの。じゃあ、ユリニャさんとの騒動がなければ、もっと親身になれたってことかしら？裏を返せばそうだと思うぞ。そしてコレコレさんの配信中、カナノさんより、告訴を取り下げましたと連絡が入った。これにより DJ 丸さんは釈放され、直筆での謝罪文を公開した。そこにはカナノさんに対して、申し訳なかったと綴ってあったが、後にカナノさんが更新した SNS には、今も DJ 丸さんとは連絡が取れず、どこにいるのかわからない。逆恨みされてるかもしれないと思うと、家から一歩も出られない。と、驚くべきことが綴られていたんだ。DJ 丸さん、雲隠れしているってこと？確かにカナノさんからすれば、すぐ後ろに彼が立っていて、復讐されるんじゃないかって恐怖に苛まれてしまうわね。カナノさんは、正式な謝罪もありません。どうしたらいいのと困惑しているようだったぞ。だけど、いざとなったらまた警察に被害届を出せば大丈夫よね？いや、被害届は一度取り下げてしまうと、二度と出せなくなるんだよ。え？だって、また被害に遭ったら出せるんじゃないの？それが、一度被害届を取り下げてしまうと、被害者の処罰意思がなくなったと判断されるんだ。これは今、パートナーと幸せの絶頂期にいる人も、関係ないと思わず心に留めておいてくれ。被害届は、一度取り下げると二度と受理されないとな。わかりました。これはあくまで私の意見だが、はっきり言ってカナノさんが被害届を取り下げたことは、失敗だったと思っている。なぜならば、DJ 丸さんがカナノさんにああいうことをしたのは4度にわたっているらしく、一度こういうことをする人は、適切な治療やカウンセリングなど医学の力を借りない限り、何度でも、誰に対しても同じことをする可能性がとても高いんだ。DJ 丸さんの場合、本当にお酒が理由なのか、本人の性格も関係しているのか不明だが、マジでカナノさんは、もう二度と彼に会わない覚悟で全力で逃げ切り、もし会わなくてはならない状況になっても、絶対に二人きりでは会っちゃダメだ。これは、霊夢も含め全員が覚えておいてくれ。2024年10月上旬の時点で、カナノさんと DJ 丸さんがどうなるかはわからないが、一日でも早く、カナノさんが心も体も休めて、楽しくアイドル活動ができるようになるといいな。二人目は、俳優の谷口雅史さんだ。谷口さんは2024年1月、声優の平野彩さんと、交際ゼロ日婚をしたことで話題となったんだぜ。交際ゼロ日婚？よっぽどお互いにビビッときたのかしらねー。だけど今回の解説から察するに、平野さんも谷口さんから手を挙げられていたのよね。あ、噂によると、平野さんも谷口さんに手を挙げていたという話なんだぜ。は？というわけで3人目は平野彩さんということで、同時に話を進めていこう。ちなみに、こちらも現時点では谷口さんも平野さんも加害について否定している。本当に頭の中がこんがらがってしまったので、わかりやすく経緯を教えてくれないかしら？ああ、わかった。平野さんと谷口さんは舞台で共演し、
共演中に交際することはやめようと話していた。その後、交際ではなく結婚しようという話になって、交際ゼロ日婚をしたのだが、やはり、お互いのことをあまりよく知らないまま、一緒に暮らすことになったのがあだとなったのか。結婚から3ヶ月後には夫婦で大揉めして、警察が出動する騒ぎになったという。夫婦の揉め事に警察が来るってよっぽどよね。お互いに手を挙げたっていう件については、具体的なエピソードがあるわけ？ないぞ。ただ、平野さんと谷口さん双方の知人が、お互いから手を挙げられたと聞いている。と話しているだけに過ぎない。でも、週刊文春が、DV 離婚騒ぎで警察出動と報じてしまったため、ネットを中心に、谷口さんと平野さんのどちらが加害者なのかと犯人探し状態になっている。いやこれ、ただ性格の不一致という理由だけでの離婚だったらどうするのよ。だよな。ちなみに二人の別居後、谷口さんの方が引っ越していったのだが、その際、行政からの DV など支援措置で、住所が秘匿状態であることがわかったんだ。これにより、もしかして加害者は平野さんなのではないかという空気になったのだが、あくまで谷口さんのプライバシーが保護されているだけのようだ。これが、引っ越したのが平野さんでも、同じく DV など支援措置の対象になるという。へえ、そうなんだ。じゃあ、お互いに手を挙げたってこともないのかしら？それはわからない。ただ、平野さんも谷口さんも、自分は手を挙げていないと言っているだけで。相手から怪我をするようなことを何もされていない、と言っているわけではない。さらに、週刊誌に書いてあることは事実もあればそうでないこともあるとのことなので、いつか事実がわかるといいな。もうライアーゲームみたい。私の意見を述べると、もしも手を挙げたということがあるのだとすれば、揉めに揉めた時、お互いにヒートアップして手が出てしまったのかな、という気がする。ネットでは、平野さんが昔から炎上騒動を何度も起こしてきた経緯から、いい加減に落ち着いてくれよとか、交際ゼロ日婚と聞いた時点で離婚しそうだと思っていた、といった声が出ている。いずれにしても、別れると決めた以上、泥沼化しないことを願っているぞ。4人目は、俳優の早乙女太一さんだ。2012年、早乙女さんは、当時タレントの西山茉希さんと交際していたのだが、デートの帰り道、路上で手を挙げている姿を、週刊誌に写真付きで報じられてしまったんだぜ。その時の画像がこれだ。西山さん、転ばされたのかしら？なぜ、誰が見ているかわからない路上で、こんなことになったの？週刊誌の記者が見ていたところによると、早乙女さんはかなり激高しており、西山さんに向かって、俺はお前と一緒になりたいんだよ。と絶叫し、西山さんはいつもそう、もう別れようと切り出していたという。この言葉に早乙女さんはブチ切れてしまい、西山さんを突き飛ばし、挙句の果てに喉元を掴んで、ガードレールに叩きつけたんだぜ。はぁ、なんじゃそりゃ。こんなの、今すぐ別れるべき男の代表格じゃない。そうなのだが、報道後、早乙女さんは謝罪の気持ちをブログに綴り、記者会見の場でも、もう二度としない。西山さんとは仲直りして同棲している、と明かしたんだ。いやあの状況でよく仲直りできたな。私なら、こんなことをされる前と同じ気持ちで相手を見られなくなってしまいそうだわ。好きすぎると、許してはいけない相手を許してしまう時があるんだよ。およそ1年後に、西山さんは新しい命を授かり、早乙女さんと結婚したのだが、それから6年後には離婚している。失礼ながら、よく6年も持ったなぁと思うが、やはり一度、してはいけないことをした相手との復縁や結婚は、よう多く考えるべきだな。霊夢、今回の話はどうだった？解説を聞いている間、ずっとドキドキしていたんだけど、やっぱり DJ 丸さんと戦慄かなのさんの話が、一番怖く感じてしまったわ。どんな人も過ちを犯す時があるし、人生はやり直せるかもしれないけど、被害者の気持ちを考えると、難しいことがいっぱいあるんだなって改めて思ったの。そうだな。特にかなのさんのように、被害届を取り下げようか考えてしまう人は多いと思う。相手の未来を考えて取り下げてほしいと、頼まれることもあるかもしれないが、それを取り下げて、自分の未来がどうなるのかということも考え、しかるべき機関やシェルターなどに、いつでも逃げ切れる体制を取ってほしいと思うぞ。手を挙げてくる相手の未来より、自分の命を優先しましょう。その通りだ。というわけで、
今回の解説はここまでだ。ご視聴ありがとうございました。